韓国光州市が7月12日、光州女子大ユニバーシアード体育館で開催される2019光州世界水泳選手権の開会式を支援するため、特別交通対策を推進すると19日、明らかにした。光州市は今回の開会式に約200か国の役員や選手、メディア関係者、一般観覧客など、 5000人以上が参加するものと予想され、交通総合状況室を設置運営して警察を含む計175人の人員を投入し、交通混雑や安全に対応する方針だ。開会式会場周辺の交通疎通や統制は鉱山警察署の警察関係者が担当し、市と自治区の公務員、 模範運転手会は開会式会場で交通安全と秩序維持を支援する。